皆さんこんにちは、ギタリストの石見和弘です。4月もね、中旬になってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。はい、今日はあの教室前をね、掃き掃除していましたら、桜の花びらを相当片付けましたよ。ねえ、もう本当に気がついたら桜のシーズンも終わってましたよ。本当にね、まあ、東京終わっちゃいました。はい、ということでね、本当に今年は花見も行けませんでしたし、六義園のね、しだれ桜も見に行けてないし、ね、お庭も見てないし、ちょっとね、やっぱり例年なく寂しいね、ちょっと、まあ、4月というか新年度を迎えたかなという感じなんですけども、ね、まあ、国家的なね、キャンペーンですから皆さんね、ステイアットホームっていうんですかね、お家で過ごしましょうということですよね。はい、まあ、ということでね、前置き長くなりましたけども、まあ、そのお家で過ごすにもね、まあ、暇でしょうがないっていう方もいらっしゃいます。ですので、やはりね、まあ、ギタリストとしまして、皆さんにね、やっぱりなかなか解決しない難問をね、皆さんにね、出題というか差し上げなければなと、ね、そうすればもうしばらく家からこもってね、ギター弾きまくってというか、ギターを研究せざるを得なくなってね、外には出られなくなるかなみたいなねと思いまして、はい、もう何本かすでにね、ちょっとこの手の動画はもうアップしてるんですけども、改めましてね、私がもう何十年もかけまして、研究したしてたどり着いたですね、ちょっと右手のね、テクニックのね、まとめ的なお話を今回はねして、皆さんね、ぜひちょっとトライしていただければと思います。はい、ということですね、ギターで音を出すこの右手のテクニックのまとめをね、これからお話ししていきたいと思うんですけども、最初にね、この回答というか結論をね、お見せしたいと思います。これですね、はい、ギターの右手のテクニックの結論はこれでございます。はい、ということでここに出てきましたのは、先ほどの私のこのね、動きをこう本当にそのままこう表している、図式なんですけども、これは陰陽対極の図といいましてですね、もう本当にその中国数千年の歴史があるという、もう本当にそのど真ん中をですね、図式化したものですね、思想というか考え方をね。はい、この陰陽っていうのは簡単に言ってしまえば光と影ということなんですけども、影というのは光に常に付き従うとね、逆を言えば、光というのは常に影を従えていると。はい、ということですね、お互いにですね、これ難しい四字熟語で言ってしまいますとですね、相互作用があると、ね、光と影の間には相互作用があるというふうなね、言い方ができるわけなんですけども、この陰陽のね、この相互作用の概念というのはですね、まあ、今で言えば本当にその中国憲法の太極拳もそうですし、まあ、東洋医学なんかもそうですね、はい、現代にまだまだね、脈々と受け継がれているこの概念、思想なんですね。はい、でですね、まあ、これですから今の科学でいうところの、まあ、量子力学とか相対性理論とかね、私はさっぱり分かりませんけども、はい、この宇宙のね、成り立ちの法則みたいなものをね、まあ、イメージしたものなんだと思うんですね。まとめたその理論体系って言いますけど、まあね、その古代理論体系の一つなわけですよね。すごくないですかね。いまだにこれが有効だということで使われてるわけなんですけども、まあ、今回ですね、私は皆さんにね、ちょっとぜひこのお家で過ごしてくださいという中でですね、このギターの皆さんの弾き方の中にどれだけ陰陽を見つけられるかということをね、探してみてくださいっていうのをね、ちょっと皆さんに言いたいんですよね。はい、ってことですね、ギターでですね、この陰陽を考えていきましょうといった時にですね、この割り算をちょっと皆さんイメージしてもらえたらと思うんですよね。はい、というのは例えばなんか難しいアクションね、速いフレーズを弾かなければいけないという時にですね、大抵の人たちはやっぱり力んでしまうわけですよね。私もそうです。はい、でこの力んでしまうという図式をですね、陰陽のね、構図の中に落とし込みますと、こういうふうなことが言えると思うんですね。例えばこれだけの力を入れないと、このフレーズは弾けませんね。じゃあそうするとそれだけの力のイメージをするわけです。でもそれは陰陽で言ったらば、この陽の部分ですね、光の部分しか見てないんじゃないですかってことなんですね。はい、実際にはその陽の部分に付き従う影ね、陰の部分があるんだけど、その陰の動きをイメージできてないと、回答としては力みというものが出てきてしまう。これですから割り算でいうと、この2つの数字をこうね、ただこう割った時に綺麗な整数で割れればいいんですけども、
余りが出てきてしまうと同じ状態なんですね。はい、ですから2つの数字をね、こうでこう掛け算をするときにうまく割り切れる数字を持ってくるっていうのがこの陰の概念だと思ってもらったいですね。それで余りを生じさせないと、ね、これをね、なんとか皆さんこうね、まあ、今回右手だけのお話でしますけども、左手もそうだし、全身ね、全部陰陽で考えていけばいいんですよ、最終的にはね。はい、ということで、もうギターは最後は太極拳になるんじゃないかというね、予想もできてしまうんですけども、はい、まあ、ということでね、まあ、陰陽があれば皆さんそのね、動作に余りが生まれないわけですから、力みは生まれね、どん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 小さくなっていくわけです。これはもういいことだらけでございます。はい、ということでね、この陰陽を宿す方法をちょっとね、皆さん右手に関してですけど、今日はねお話ししたいと思います。はい、ということですね、この右手をですね、陰陽で使うにはどうすればいいかということなんですけども、まずはですね、この親指ね、これがね、出ていくと思ってください。出ていくね、でこちらの人差し指から小指までは入ってくると思ってくださいね。出ると入るだから、お互いがこう綺麗に割り切れて余りが出ないね。良くないのはですね、こういうやつね、はい、お互いがぶつかっちゃうやつ、はい、でこれは力を込めれば込めるほど全部余りになってっちゃいます。はい、ですので早い動きには向きません、ね。はい、ということで、まあ、伝統的なね、本当にタレガから来ます、スペインのオールドスクールね、伝統奏法なんですけども、基本的にはこの陰陽を宿した、テクニックで弾いてもらうと、いいかなと思います。はい、でですね、この、親指の使い方ね、まあ、単に出ていくってだけで弾ければいいんですけどね、ちょっとコツがあります。はい、これはね、ちょっと解剖学的にお話ししましょう。でここに前腕にね、頭骨と尺骨という2本の骨がこうね、親指側と小指側に、小指側にあります。でこのね、頭骨ね、親指側にある骨なんですけども、実はね、これ親指と接続するだけではなくて、実はね、ここで小さな骨がいくつかあるんですけど、実はね、これ人差し指ともね、まあ土台を共有してるんですね、実はね。だから頭骨は親指と人差し指の土台になってると思っていただいて、基本間違いないです。はい、で残りはまあ大体おおむね尺骨かなっていう感じなんですね。まあ、ちょうど中指が中間になりますけども、はい、まあ、あんまり難しくね、解剖学の話してもしょうがないんで、親指、ね、この親指が出ていくという動きに対して、これは、どうしていただきたいかというと、この人差し指がここにラインがありますね。このラインに向けて、親指が出ていきながら、人差し指のラインに合流するということなんですね。はい、これができれば親指のね、この陽の動き、まあ、出ていくという動きを再現するようになってくると思います。はい、皆さん見てください。こう手首柔らかくしてくださいね。はい、指だけの動きじゃありません。これをしちゃうとどこかで気張って固定化しているので、割り算割り切れなくて余りが出てきますからね、必ず手首を柔らかくしてください、ね。あくまでも親指が伸びていくぞという中で、人差し指の先ほどあったラインの中にこうね、あたかもなんかこう斜線変更していく感じで伸びながらね。はい、というふうに思ってください。で、そしたらばこちらの4本はどうなるかと言いますと、こういうふうに引き込みます。ね、引き込みます。はい。よくやっちゃうのはこうです。こうやってももちろんギター弾きます。ね、ただ陰陽がありません。それだけのことです。ね。はい、もちろんこれでね、うまく弾いてる人いっぱいいます。ね、早く弾くし、綺麗な音出す人いっぱいいると思いますけども、それはそれでございます。私が皆さんにお伝えしたいのは、あくまでもタレガの写真から見えてくる、伝統奏法、陰陽を宿した右手の、まあね、ギターのテクニック、伝統奏法ということでございます。はい、ということで、このような形になってきますね。はい、指先は確かにこうね、拳に向かって閉じていくんですけども、見てください。これは弾いていってるんですね、実はね。こういうふうにね、引き込んでいってます。こうじゃないですね。これはなんか押す波みたいな感じですね。こういくと、指先が伸びて伸びて押しにいってる感じ。じゃなくて、ギター、この人差し指から小指までは、引き波みたいな感じですね。ザブーンといって引っ張ってきます。ね、ザブーンといって引き波です。みたいな感じになります。はい。そうすることによって、親指は出ていく。人差し指から小指までは入ってくるということですね。まさしく先ほどやったこの陰陽対極の図のようになってくるということでございます。はい、で言うはやすしで、なかなかやるのは難しいと思うんですけども、ぜひね、以前の動画で挙げてるこの空手の三鎮ですよね。
これぜひねちょっと練習してみてくださいね。これ毎日やっててもらったらね、まあ、もちろん体を痛めない程度にやってくださいね。はい、今のこの動きっていうのは決して難しい動きじゃなくなってくると思います。はい、でまあねちょっと YouTube では本当に細かいところはちょっとお伝えするのはすごく難しいんですね。はい、でまあこの動画を見てくださってる私の生徒さんに関しては教室なり、まあ、オンラインのレッスンで、細かくその件は指導しますし、お話しさせていただきますので、一応ね、レッスンでちょっとね最近ちょっとオンラインレッスンでちょっと伝えきれなかったなっていうのがあるもんで、今回この動画を作ってるわけなんですけども、ね、ぜひちょっとこれを手本に、ね、練習をしてみてください。はい、ということで皆さん、お家で過ごすためのネタはできましたでしょうかね。しっかりこの辺ね吟味してやってみてくださいね。はい、ということで皆さん、最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。アディオス、ハスタルエゴー。